はい、おはようございます。今日は10月29日4時52分ですね。4時52分の相場解説になります。今ね、日足を見ていただいてるんですけども、こういうふうにぐーっと上昇一本やりだったロウソク足がやっぱりここで頭打ちになって行動の限界でですね、まあ転換を迎えたのかなと思ったんですけども、転換っていうのはね、ここみたいに上昇していたのがもう下落に向かうみたいな感じなんですけども、ここは上昇から下落というよりも横ばいに向かってますね。転換とは言えないんですけども、動きにキャップされた状態なんで、このままねレンジで見ていくっていうのが今週の見方でした。一旦、上昇に行ってまた下落に行ってって感じで再転換したのかなと思ったんですけども、この転換と再転換を繰り返すということは、まあレンジに入ったというね判断を今週できたと思うんですよ。はい、では今後どうなっていくのかを見ていきます。4時間見ていきますね。4時間見ると、こちらにあったボックスが若干下寄りになってきたのがわかると思います。つまりダウントレンドが緩やかに始まったと。移動平均線も緩やかに下の方に動いてますからね。まあ、ですので今月のラストは若干ね右肩下がりの方に向かっていくんじゃないかなと。でも全体的にはね、随分円安が進みましたよね。ガソリン代も高くなりましたしね。で、最後の1時間なんですけども、これは右肩下がりに見えるんですけども、まあそこまでいかなくてもね、ここはチェックしておきましょう。この力点を、まあ髭がほとんど出てないところね、超えて下の方に行くようなダウントレンドがここにあるということですよ。ね。ですんで、まあ下の方に向かうのかなと。でも今日金曜日ですからね。大きく利益を今日取るってことにはならないと思いますけども、昨日までの相場解説ご覧になってた方は、少なくともこちらのね、ダウントレンドのところは、どこかで取れていたんじゃないかなと思いますね、これ、さあ、それではあとはここを突き破るかどうかです、ここ。ここを突き破って下の方に行くのか、それとも今回みたいに大きく髭を出してね、これ髭出てるでしょ、今。ヒゲが出て内側に戻っていったところなんですよ。ぐーっと引き戻されたところです。ごちゃごちゃしちゃって分かりにくくなりましたけども、こっからダウントレンドですから、右下に向かうのかなっていうところですね。まあ今日はそんなところですか。まあ今週これで全部相場解説終わりですけども、最終週はね、講義としては、転換して再転換ってことはレンジが始まったんだよってことを認識できますよねってことですよね。レンジが始まったってことはまたブレイクを狙えるんで、ブレイク狙いに入っていくよってことで、今回は最後のこの1時間軸がね、出てきましたけども、これお気づきになります？三角形できてるわけなんですよ、ここで。三角形ができているってことは、ここから跳ねることもありますけども、突き破って大きく下に行くということも考えられます。だから今週はここまでなんですけども、ね、金曜日ですからね、もしエントリーするようでしたら、最後にレジサプライができました。113円の、そうですね、400あたりですかね。ここを割ると大きくセルに向かうし、ここから反発して上昇していくようでしたら、113円の600あたりで倍に入ればいいんじゃないかなっていうのが、私の最後のメッセージになります。まあちょっと試してみればいいんじゃないですかね。はい。では、また来週、来月か。来月お会いしましょう。今週もお疲れ様でした。講義を今回はたくさん設けてみましたけども、講義だとね、本当に、まあ分かりやすいっていうか、保存版にしやすいということで、早速動画をダウンロードした方もいるようでございます。ぜひね、一つ一つの実践が講義が実践になりますんで、蓄積していただけたらと思います。それではまた11月にお会いしましょう。失礼します。